どうもゴリラパンティーです。まずはじめにこの動画を見てください。どうぞ。ということで、トレーニングエリアに来ました。で、さっきのネルギガンテのを見てもらったんですけど、強さは一回この木にですね、通常弾レベル2がこの木だとどんぐらい出るのかちょっと見てもらいますね。70と35と35ですね。140出てますよね、合計で。強くないですかこれで、歩きながらリロードもできると。はい、いやー結構悪くないですよね。結構面白いと思いますよ、この通常弾レベル2の速射に関しては。で、いろんな、確か通常弾速射できる武器って他にも確かあったと思うんですが、自分はまあカルマを選んだ理由として、
まあ、回心率が高いっていうのはですね、超回心との相性がいいかなと思ったので、こちらを選んでいます。はい、ということで装備紹介していきます。ライトボウガンがカルマですね。カルマには近接射撃強化パーツを3つつけています。で、装飾品は特殊射撃強化をつけています。で、頭はですね、頭装備はリオの隻眼アルファ。ここには、通常弾の強化する装飾品をつけてます。で、胴体がドーベルメールベータ、これは超回心のをつけていますね。で、腕はカイザーアームベータで、これも超回心ですね。で、オーグコイルベータ、これも超回心のをつけています。で、足はキリンレガースベータですね。これは攻撃2つつけています。で、渾身の5隻ですね。はい。で、発動してるスキルが攻撃6、超回心3、弱点特攻3、属性解放、装填拡張2、渾身2ですね。で、あと通常弾の強化するやつと特殊射撃強化ですね。はい。で、カルマですね。カルマはこれもともと回心率30%あるので、この渾身2で50%ですね。で、弱点特攻でこれで100%になります。で、装填拡張で2つければ通常弾一発増えるのでつけています。で、超回心は通常弾のダメージって高いので、結構ダメージが増えますね。で、これ通常弾と特殊射撃ですね。はい。ということで、今回は通常弾レベル2の速射の強さがどんぐらいになるかっていうのを見てもらいました。それで、あと、チャンネル登録者数が4000人を突破しました。ありがとうございます。そして、前の動画にですね、ゴリラパンティのタッチ見たいですかって言ったじゃないですか。あれ、思いっきり、次の動画はですね、まあ、ライトボウガンももう一回やろうかなと思います。次は、貫通の方ですね。貫通の方のライトボウガンについてやっていきたいと思います。それでは次回またお会いしましょう。ありがとうございました。